俺は素晴らしいチェスター。闇村にいる混沌の娘の目が見えないのをいいことに、俺は彼女の体を触りまくっていた。しかし彼女にセクハラするのに夢中になっていた俺は、背後から近づいてくる NG の存在に気づかなかった。俺はその男にスタブを取られ、目が覚めたらなんと痴漢の容疑で牢屋にぶち込まれていた。しかしそんな俺を助けてくれた人物がいた。彼はどうやら目覚ましの鐘を鳴らす使命のためここまで来たらしいが、力尽きる寸前の彼に俺はその使命を託されてしまう。そしてなんとか不審のデーモンを倒し、ロードランの地にたどり着いた俺を待っていたのは謎の青ニートだった。どうやらその青ニートの話によると、目覚ましの鐘は上の教会と下の闇村という場所の2カ所にあるらしい。そして俺は牢屋から出してもらった恩もあり、目覚ましの鐘を鳴らすという使命を継いだ。たった一つの真実を見抜く、見た目はチェスター、頭脳もチェスター、その名は素晴らしいチェスター。そして今、長い旅が始まる。いいかしら、シンジ君、よく聞いて。これからオペレーションチェスターの内容を説明します。いい、シンジ君、私たちはどうしてもこのかがり火にたどり着かなくてはならないの。でもただ闇雲に突っ込むだけでは、ここにいるヒル・ヘルカイトに炎のブレスを吐かれ、素晴らしいチェスターは黒焦げたチェスターになってしまうの。そこで登場するのがこの弓矢よ。まずこの弓矢をヘルカイトに向けて放ちます。そうするとヘルカイトはブルーラー、よくもこんな矢をぶっ刺しやがって、痛いじゃないのよ。やってくれたなベジータ、と言って怒ってこちらに来るの。そしてヘルカイトをおびき寄せたら、ヘルカイトの足の下をくぐって一気にかがり火まで走り抜けるの。シンジ君、あなたに人類の未来を託されているの。頑張って。それではオペレーションチェスターを開始します。さあ、なんと今回は愛の戦士選手が RTA に挑戦するようです。 RTA 初挑戦の彼は一体どんなプレーを見せてくれるのか。さあ、始まりました RTA。 おっと、ここでいきなり鍵を取り逃してしまう。これはわずかなタイムロス。まあこれぐらいのタイムロスなら後でいくらでも取り返せるでしょう。ここまではまあ順調と言っていいんじゃないでしょうか。おっと、なんとここで壁に突っかかってしまった。これは大きなタイムロスです。大丈夫なのか。おっと、ここでさらにはしごの位置をミスしてしまった。これは大きなタイムロス。 RTA にあってはならないタイムロスだ。さあ、ここで扉を開けるが、おっと、扉を開けるのに手こずっている。これは深刻な筋力不足。本来ここで筋力に40振っておけば、あの扉は簡単に片手で開けられたはず。なんということだ。これは捨て振りミスです。おーっと、ここで段差に引っかかってしまった。なんということだ。ここでシールドを手に入れて、おーっと、左パンチ。これはシールドが装備されていると勘違いして、左パンチが出てしまいました。さあ、このミスを、この後一体どう取り返せるんだ、愛の戦士選手。大丈夫なのか。さあ、霧のポイントまでやってまいりました。霧を抜けると、なんとそこにいたのは、マキノーフウィンだ。なぜ彼がこんなところにいるんだ。そして愛の戦士選手、一体その装備をいつ手に入れたんだ。まあ、男なら細かいことは気にしないようにしましょう。おっと、パリが決まった。入ったー、致命の一撃。一撃でグウィンを倒しました。そして誕生してしまった世界新記録、1分40秒08です。これは凄まじい記録が誕生してしまった。こんなすごい記録を破れるものは出てくるのか。これは素晴らしい記録だ。世界新記録です。俺はキャリムの騎士ロートレック。祭祀場のひもり目の少女が恋を出せないのをいいことに、俺は彼女に対して過度なストーカー行為を働いていた。まあいいだろう、先っちょだけ、先っちょだけだから。しかしひもり目の少女の胸をガン見することに夢中になっていた俺は、背後から近づいてくる青ニートの存在に気づかなかった。
俺は青ニートにスタブを取られ、目が覚めたらなんとストーカーの容疑で牢屋にぶち込まれていた。しかしそんな俺を助けてくれた人物がいた。どうやら彼もセクハラ行為をして捕まったという前科があるらしい。そして目覚ましの鐘を鳴らすという使命のためこの教会までやってきた彼に恩もあり、俺はガーゴイルの討伐を手伝ってやった。たった一つの真実見抜く、見た目は金ピカ、頭脳は変態、そのカエルの騎士のオトナク。そしてまたヒモリメの胸が見える。ドラえもんです。ドラえもん、ペトルスがなかなか倒せないんだよ。まあのび太くん、しょうがないな。そんな時は黒い火炎壺、これをこうやってペトルスに投げると。わあすごい、ペトルスにあんなに大ダメージを。あ、火炎壺がなくなった。どうするんだよドラえもん。あ、ざけんな、回復してんじゃねえぞカス。てめえマジぶち殺すぞ。おら死ねよな、のび太くん。黒い火炎壺ってすごいだろ。ドラえもん、それは火炎壺じゃなくてクレイモア。あん、てめえもクレイモアのサビにしてやろうか。さあ、なんと今回は RTA 世界記録を持つ愛の戦士選手が自分の記録を更新するため再びダークソウルの RTA に挑みます。さあ始まりました RTA。 一体愛の戦士選手はこの後どのような動きを見せてくれるのか。そして前回誕生した1分40秒08というあの凄まじい記録を更新することはできるのか。さあ、ここは前回引っかかってしまった壁ですが、ここを華麗にクリアしていく。さすが愛の戦士選手、日々進化しています。そして冷静に階段を登っていきます。そしてここで装備を外していく。これにより軽量化が期待できます。さあ、ここは前回開けるのに苦戦してしまった扉ですが、今回はしっかり筋力に40振っていた。すさまじい。そして動きが速い。さっきの装備はどれだけ重かったのか。早すぎるぞ愛の戦士選手。あっという間に霧のポイントまで到着した。そして霧を抜けた先にいたのはやはり牧野グウィンだった。お前はこんなところで何をしている。そしてパリーが入った。決まった、致命の一撃。出た、世界新記録、1分3秒91。大きく世界新記録が更新されてしまった。すごい、素晴らしいです。これは凄まじい記録が誕生してしまった、世界新記録です。福田くん、ついに私もこのダークソウルというゲームを買っちゃったのよ。アナゴくんもついにダークソウルを買ったのかい。そうなのよ。というわけで今日はこのうーらしいゆるしがいで侵入をしていこうと思います。頑張れよアナゴくん。おっと、いきなり霊体召喚か。いいだろう、まとめて相手してやろう。いいぞアナゴくん、いけ。ブラー、私の月光体験の威力を知れ。おっと、霊体さんのお出ましか。二人まとめて相手してやろう。アナゴくん、回復されているぞ。回復とはやってくれるじゃないか。そして霊体、お前もドラゴンだったのか。久しぶりにドラゴンバスターアナゴの血が騒いできたわいよ。くらえアナゴスラッシュ。そして霊体、これがお前へ捧げるレクイエムだ。あ、アナゴくん危ない。バカな、この私がやられるなんて。そんなことは
ありえない。富、名声、力、この世のすべてを手に入れた男、マキノー・グウィン。彼の死に際に放った一言は、人々をロードランに駆り立てた。俺のソウルか、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。男たちはソウルを目指し、夢を追い続ける。世はまさに大チェスター時代。あえてけのソウルをかき集め、探し物を探しに行くのさ、ダークソウル。正義ルートなんて渋滞のもと、熱に浮かされ剣を取るのさ、誇りかぶってたスナイパークロスも使ってみたなら、伝説の武器、個人的な侵入は誰かのバイオリズムに乗っかって思い過ごせばいい。ありてけのソウルをかき集め、探し物を探しに行くのさ、スナイパークロス、それと言わなびチェスフレン、チェスター、チェスター、ベリーグーチェスター。先手素晴らしいチェスター、42白。後手ひもりめ、4号機緑。先手素晴らしいチェスター、31緑。後手ひもりめ、54黄色。神の怒り、ブッパマン。やあ、良い子のみんな、私の名は神の怒り、ブッパマン。神の怒りをブッパすることに命を懸ける男だ。趣味はトゲ装備で3時間ぐらいひたすら敵に木目ロリをして昼間せ続けることで、好きな食べ物は鮭の皮だ。今日も悪の魔の手から地球を守るぞ。第1話、さらばユリア。俺のソウルはお前と共に。Oh, there you are. What's the matter, that you? Oh, it's tiny. Little Yulia. 今日も地球が救われた。ありがとう、神の怒り、ブッパマン。彼の戦いはまだ終わらない。さあ、なんと今回は、あの RTA 世界記録を持つ愛の戦士選手が、自分の記録を破るため、再び RTA に挑戦します。前回はなんと、1分3秒91という、素晴らしい記録を叩き出しました。果たして今回、その、凄まじい記録を更新することができるのか、そして、1分の壁を破ることができるのか、そして愛の戦士選手、名前にこだわっている、これはお綿の幕だ。性別は男、そして素性は魔術師で始めるようです。贈り物なし、待機は普通。さあ、連打しすぎてパニックっているぞ。愛の戦士選手、本当に大丈夫なのか。そんなんで世界新記録が生まれるのか。さあ、今回のルールではプレイ開始と同時にタイマーが作動します。さあ、愛の戦士選手、どのような動きを見せてくれるのか。さあ、始まりました RTA。 おっと、部屋を出ない。これは余裕のプレイだ、愛の戦士選手。どういうことだ。おっと、この魔術は間違いない。使うのに力99必要な空間って今はルーラだ。今回愛の戦士選手はなんと力に99振っていた。そしてパリが決まった。出たー、世界新記録、21秒 35! 世界記録を大きく更新した。1分どころではない、これは30秒も切ってしまった。すごいすごいぞ、愛の戦士選手。今後、
この素晴らしい記録を破れるものはもうきっと誕生しないでしょう。世界新記録です。お前ゴンザレスか。お前ゴンザレスじゃないのか。あはは、ゴンザレス楽しいな。ゴンザレス、あはは、あはははは、おいこらゴンザレス、そんなにじゃれるなって。あはは、ゴンザレス行くぞ。ゴンザレス、それそれそれゴンザレス、あはは、あはは、行くぞゴンザレス、あはは、あはは、ゴンザレス、おいどこ行くんだゴンザレス、帰ってこいゴンザレス、ゴンザレス。素晴らしい男、名前はチェスター。地に落ちた鳥は彼を待ちわびる。祈ったところで何も変わらない。今を変えるのはスナイパーグラスだ。屍踏み越えて進む意志を笑う舞台を、リモリメアンネ虚偽の果て、不死の呪いに自由を囚われた。屈辱は反撃のボルトだ。障壁のその彼方、獲物を振るチェスター。音出しる衝動にその身を焼きながら、黄昏に火を放つ素晴らしいチェスター。